はい、7月8日に僕らはライブオンラインをさせていただくんですけども、はい、今日僕ちゃんリハーサルの感じとか見て、リハーサルはもうね順調ですよね。ねえ、なんか、ね、あの元々ライブでやる予定だった曲だったりとか、あとはまあ新曲だったりとか、うんうん、いろいろ盛りだくさんになってるんで、ランページの今までのその色の変化だったら楽しんでいただけるライブですね。確かに。で僕らはまあ最終日ということで、そう結構その今までの、ね、皆さんのやつ見てさらにこう変更点とか出て、今日もまあリハーサルだったんですけど、結構ねガラッと変わったり、うん、変わってなかったりするのでいい感じになって、結構ね、うん、なんかあこれ楽しみだなって思えるリハーサルしてたような感じになっております。最終日だからね、ちょっとね、まあ、それもね、今こうやって、そんな状況では、あのね、ライブ、直接、やってきたりするので、ね、結構、この一発にかける熱量は半端ないものだと思うので、そうですね。ね、それさだもんね。それさだよ、だって歌ある人じゃない？いや、本当に、そうなんだ。ちょっとね、若干、ちょっと緊張して怖い。怖い。やばい、歌詞が。確かに大丈夫かなってなると思う。久々踊った振り付けとかあれ何だったっけ最初飛ばしすぎてめっちゃ疲れるけど、あれあれあれ、仁さんとかそれだろ、よっしゃーっつって後半めっちゃバテる。絶対力んじゃうよなちょっと気合い入れなきゃみたいな。なっちゃうよ。もうね、間違いなく、うん、まあ、最高のライブにご提供していただくので、はい、ぜひ見てください。まだね、こういう迷われてる方もいらっしゃると思うんですけども、ぜひ7月8日、8時間、うん、一緒に最高の時間を楽しみましょう。見逃し配信もあるので、ぜひこちらでも見ていただければなと思います。思います。では、7月8日にお会いしましょう。待ってまーす。